韓国のビールでは大韓民国で製造を及び輸入されるビールの概要について記す。韓国ではメクチュと呼ばれるビールは20世紀初頭に韓国に初めてもたらされた。ソウルの最初のビール醸造所は1908年に開業した。現在の2つの主要な醸造所は1920年代に遡る。人クアーズブルーリーは 韓国で設立された3番目の醸造所で1990年代に設立された。同社は後に OB ビールによって買収された。1933年に設立されたハイトブリュワースの旧称は朝鮮ビールであった。同社は1998年にハイトブリュワースに社名を変更した。OB ビール醸造所は1933年に 昭和麒麟醸造所として設立された。1995年に OB ビール醸造所に社名を変更した。韓国のビール市場は現在、ハイトマロと OB ビールの大手メーカー2社によって支配されており、その他のブランドも現地市場で販売されている。ハイトと OB のキャスは味も価格も大した違いはないとみなされており、韓国のレストランやバーは、 一方の製品のみを常備しているところが多い。輸入ビールも韓国で入手可能だが一般的に高価である。ソウルのダウンタウンにあるギネスのバーでは通常8000ウォンから1万5000ウォンほどの値段がする。地元のブランドは通常3000ウォン前後の値段である。最近では醸造所が全国に広がり、洗練された兆しが増えている。 韓国の大量生産されたビールのうち100%の大麦爆芽で醸造されているのはハイトのマックスと OB ゴールデンラガーである。韓国市場でのマイクロブルワリーが少ないのは政府の厳しい規制に禁する。これは小規模な醸造業者が所有権のある場所でビールを提供することを制限している。これらの法律は最終的に2011年6月に緩和され、 地元のビール市場でいくつかの小規模な醸造業者にシェアを与えた。韓国で増加傾向なのは自家製である。原料や食料品はまだ限られているが、ビールを醸造している世帯が数多くある。韓国の自家製醸造プロセスを通じて新規参入者を導く様々な醸造クラブも存在する。そのようなクラブの一つは韓国のホームブルーコリアである。 元祖ビール元祖ビールハイトジンロ、ドライフィニッシュハイトジンロ、マックスハイトジンロ、エクストラコールドハイトマンゴーリンゴービープレミア、これまで長らく、韓国の消費者にとって、ビールといえばラガーであり、他の種類のビールは、それほど知られていなかった。2012年頃の状況として、飲み屋においては、焼酎とビールを混ぜて飲む、あるいは、 チキンとビールを組み合わせて飲食するというのが強固な消費形態である。河川に安住した国内に大メーカーはラガーのみしか販売せず様々な味を求めるようになった消費者の要求に応えていなかった。2011年に EU との自由貿易協定が発効し外国ビールの輸入が活発化すると従来の状況に不満を覚えていた消費者のニーズに応えるようになる。 焼酎やウイスキーの消費が伸び悩む中で、ビールの消費は成長を維持している。ただし、これらの成長によって伸びたのは輸入ビールであった。2015年は外国ビールの輸入が前年に比べて3倍になった。ビールブランドのパオロナは2015年前半に販売を上回り、続いてヒューガルデントギネスが続いた。近年、韓国社会は、 一人暮らしが最も一般的で、家庭内でアルコールを飲むことに興味を示している。この傾向は、韓国ドラマ、一人酒男女に描かれている。韓国のビール市場は主に、OB e と否定人路が支配している。しかし近年、ロッテリカーは、クロードと共に、ビール市場に参入し、三者間競争を起こしている。韓国市場では、様々な海外ビールブランドがある。 ヒューガルデン、ハイネケン、バドアイザーなどの主要ブランドは、韓国のビール市場で高い評価を受けている。爆画のコストのため、韓国のビールメーカーは、製造のために、トウモロコシ、米、タピオカを使用することに主に目を向けている。韓国のビールの爆画率は、約7%である。これに対し、ドイツのビールのモルト率は100%。 日本のビールは66%である。2014年に欧州と韓国の自由、貿易協定が締結されたことで、海外ビールの輸入が大幅に増加した。日本産のビールは韓国市場で人気が高く、韓国市場は日本のビール業界にとっても最大の輸出市場であったが、2019年7月以降は需要が急減し、2020年4月期の 日本産ビールの輸入額は2019年4月期より87.8%減少した63万ドルと急落している。これは韓国市場ではビールに限らず日本産消費財に対する否定的な認識が根付いてきており日本産製品の代替品を求めるよう韓国国民の消費行動が変化してきているためとみられている。また 新型コロナウイルス感染症拡大を受けて、韓国と日本の両政府がそれぞれ打ち出した入国制限措置も売上低下の追い打ちとなった。これによって、かつては韓国国内コンビニエンスストアのビール売上順位で1位、2位を争っていたアサヒビールを販売するロッテアサヒ種類の2019年の売上は2018年から半減し、人員削減を施行することになった。 クラウド、達山駅の韓国ビール祭達山駅の韓国ビール祭エコノミストは韓国のビールを北朝鮮の大動向ビールと比べて退屈で悪いと批判した記事を発表した。同氏は一部の韓国のビールが代わりにトウモロコシと米を使って大麦の爆画を省略したと主張した。この記事ではさらに市場はハイとジンロと OB ビ,ビールで占めておりマイクロブルワリーが 市場に参入することを防いでいるとした。これに対し、韓国のビール会社は、ほとんどの韓国産ビールが70%以上の爆芽を含んでおり、ハイトのマックスお及び OB の OB ゴールデン、ラーゲリには100%の爆芽が含まれている。米とトウモロコシは爆芽よりも安くはないが、これらの穀物は軽い味を生み出すために、混合物中で使用している。と主張している。 韓国の醸造所からの反対意見にもかかわらず、多くの地元のビール愛好者は依然として、地元のビールブランドの味に不満を抱いている。ありがとうございます。